何かと思ったら客にダメ出しされただけかよ。そんなのよくあることだろ。いちいち気にすんな。そうなんだけど。それでその人にはどんなことを言われたんだ。自分を見る目が足りてないって。自分を見る目？それってどういう意味？自分と向き合えてないか。なるほどね。まあそいつの言ってる意味はわかるな。え？多分だけど小羽は自分に自信が持ててないんじゃないかな。自信が。ああ、あずさわは十分な実力を持っているにもかかわらず、それを自覚できていない。そのことを言ったんじゃないだろうか。あ、そうだね。私みんなみたいに堂々としてないし。だが自信が持てないのが悪いってことはね。え？最初俺は自信を持ててないってのは小羽の大きな弱点だと思ってたが、でも今はそこはむしろ長所だと思う。ああ、そうだな。あずさわは自信が持てていなくとも、そのせいで歌が揺れたり声が思い切り出せていないというわけでもない。むしろあずさわの現状に満足せず己を磨こうとする姿勢はいいものだと思う。うん、そうだよね。小羽はちゃんと歌えてるし、お客さんだって十分沸かせられてるから、そんなに気にしなくても大丈夫だよ。ありがとう、みんな。だけど、どうしてだろう。あの人が言ってたこと、間違ってないような気がして。なんだ、その客、音楽関係者かなんかだったのか。はっきりとはわからないんだけど、ラッドウィーケンドのことはよく知ってるみたいだったの。そっか。あ、その人ってどんな見た目だった？この辺りによく来る人っぽかったら探してみようよ。もっと詳しく話を聞けるかもしれないし、小羽の不安もちょっとは解消できるかも。あ、そっか。ありがとう、アンちゃん。で、どんなやつだったんだ？大柄でちょっと怖そうな雰囲気だけど、声が低くてかっこよくって。あ、アンちゃんのお父さんにちょっと似てたかも。うちの父さんに？うん、なんとなくそう思っただけなんだけど。うちの父さんに似てる人といえば一人心当たりがあるけど、でもここにいるはずないしな。どうしたの？あ、ううん、なんでもないよ。じゃあ町のみんなに小羽が言ってたような人見かけてないか聞いてみるよ。ありがとう、アンちゃん。すっごく助かるよ。どういたしまして。それにしても小羽はこんなに歌えるのにどうしてまだ自信が持てないんだろう。よし、今日の練習はここまでだな。もうすぐバイトだから俺は先に帰るぞ。うん、お疲れ。そういえばトヤもこの後何かやることあるんだっけ？ああ、図書委員で頼まれた入荷希望書籍のリストアップをする予定だ。そうなんだ。ちょっと大変そうだけど楽しそうだね。ああ、やりがいがあるぞ。あずさわと白石はこの後どうするつもりだ？私はもうちょっと練習しようと思う。
そうか。無理はするなよ。ありがとう。あんちゃんは？私ももうちょっと練習していこうかな。一緒にやろう、ごはね。うん。じゃあな。明日の練習を遅れんなよ。分かってるって。じゃあね。ふう。ちょっとだけ疲れてきちゃったかも。小羽はイベントに出た後だしね。ちょっと休憩しよっか。うん。じゃあウィーケンドガレージに行く？それもいいけど。ちょっとあっちの方で話さない？